ロバート・シャーマンはアメリカの作曲家。ロシア系ユダヤ人の移民である両親のもとに生まれる。その後カリフォルニア州ビバリーヒルズに定住。幼い頃から芸術に興味を持っていた。第二次世界大戦時に17歳でアメリカ軍に入隊し、ドイツに向かうが、フランクリン・ルーズベルトが亡くなった日に足を打たれ、その後義足での生活を余儀なくされる。イギリスにて、 療養生活をしているうちに、イギリスについて興味を持ち本を読み漁る。その後、イギリス人作家の作品の曲を手掛けたりしたことから、音楽家としての仕事の上でも、この時間は必要なものだったと彼は振り返る。アメリカに戻った後、イギリス文学、絵画を大学にて学び、両方の学位を取得した。2002年にはイギリスにて、絵画展も行っている。 1953年9月27日には、ジョイス・ルース・サズナーと結婚し、4人の子供に恵まれる。1994年の映画、ビバリー・ヒルズ・コップ3では、亀を出演している。ミュージシャンである父のすすめで、弟であるリチャードと共に曲を書き始める。自ら音楽会社を立ち上げ、シャーマン兄弟として、初のポップチャートでトップ10位を果たしたのは、 アネット・ファニセロのトールボールであった。この人がウォルト・ディズニーの目に留まり一緒に働くこととなる。ウォルト・ディズニーが亡くなる1966年までディズニーの仕事を行い、その後フリーランスとして働く。その他、ヘイリー・ミルズのレッツ・ゲット・トゥ o ザー、ジョニー・バーネットとリンゴスターのユア・シックスティーンなどもビルボードホット100でトップ10入りを果たしている。 2002年にはイギリスに移住し、作曲、絵画の活動を続ける。2003年の BBC の調査による子供たちが好きな殿堂入り映画トップ10には、シャーマン兄弟のジャングルブック、メリーポピンズ、おしゃれキャット、チキチキバンバンの4作品が入った。その後も新たな曲を書き加え、ミュージカル作品として公演を行うなどの活動を行っていたが、2012年3月6日に、 死去したことが発表された。死因等、詳しいことは分かっていない。ありがとうございます。